はい、皆さんこんにちは、陽気です。今日もスプラトゥーン3の方やっていきたいと思います。フェスですね。で、今日使う武器は昨日と引き続きオーバーフロッシャー、昨日てかさっきの動画と引き続きオーバーフロッシャーですね。はい、やっていきましょう。味方デュアルに N ザップが2人となかなか強いんじゃないでしょうか。まずは自陣塗りをね、してはい、自陣塗りをしていきます。で、このヌリヌリして、お風呂はな、でも自陣取りがちょっと結構苦手な感じがするんで、ちょっと味方にしてほしいところもあるけど、まあまあそうは言ってられないね。塗って塗って、こう綺麗に塗るのがものすごく難しいんだよな、この時。その代わり一振りで塗れる範囲はすごく広いんで、あ、これ塗ったか、まだいる、あ、この辺塗って、チャチャラチャラチャチャラ、いいね。はい、フェスの音楽いいよな、熱い。実はスプラトゥーン2始めた時期が結構遅かったんで、フェスっていうものをやったことなかったんで、うわぁ、そんなところでやってくる、怖っ。あ、当たった、やっつけた、やっつけた、さあ、いや、マジで上手すぎん俺、お風呂お風呂のエイムだけはマジで自信ある。あ、マジか、ははは、これよ、あ、普通にやれない、あ、無理か、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん、あ、自陣抜けてる、クエスト、どうしよう、見に行くべきか、はい、やっていく、あ、うますぎ俺、神か俺、マジでお風呂メインしようかな、楽しすぎるんだよな、マジで。ここから適当にやって、はい、やっていく、どうすか、もうこれが、あら、やくそ、いやー、え、めっちゃ抜けられてんな、いやー、無視しちゃダメだったか、あれ自陣抜け見るべきだったのかな。いや、でも勝ったでしょこれは。あー、よかった。いや、自陣抜けられたときに見るべきかどうかっていうのはものすごく難しいな。お風呂だとな、結構見づらい部分もあるから、うん、ちょっと難しいところではあるけど、まあ勝てたんでよかったでしょう。次の試合いきます。はい、2試合目はマサバ海峡大橋10倍マッチきました。絶対に勝ちたい、絶対に勝ちたいね、これは。よし、やっていきましょう。さあ、味方プライム、マニューバーにサップかな。よしよし、まずは、相も変わらず、で、お風呂の塗りが難しい。めっちゃ無駄遣いだけど、まあまあ今ね、前に出てもあんまり意味がないと個人的には思うんで、正直いいかなと思うんですけど、これでもちゃんと塗って、で、1分半を目指してね、事前取りを完璧に終わらせたいなと思うんですけど、ちょっと味方苦しそうだな、
マジでイカリンが見えるんだよ。あれイカリンじゃない結構相手が攻めてる。まあでもこれでね、ようやくレジェンダリーが一勝利終わったんですよ。ここまで終わったんですよ。ここからは岡田の加工投手をスキルをしっかり狙っていきたいところでは、あーナイスナイス、いいキル、いいキル、スキルに乗ってで落ち着いてここは攻めていきたい。これは勝ったんじゃないの？ちょっとめっちゃ前から離れてたから途中聞こえなかったかもしれんわ。いやー勝った勝った、あーよかった。いやー今回立ち回り結構良かったんじゃないのねえ。オッケー、10倍マッチ勝ったね。いやー100倍マッチやりたいけどな、まだ1回しかできてなくて、しかもその試合も通信が切断されて最後まで進めなかったんで、100倍マッチそろそろやりたいね。次の試合行きます。はい、3試合目はスメーシーワールドですね。勝ちたいね。やっていきましょう。はい、味方 N ザップ、モデラーにクワッドですね。敵に1人王冠。はい、というわけで自陣塗りからやっていきましょう。さあまずはミュリー塗り、結構カニ歩きでやるのがいい感じなのかな。よいしょ、適当になる。マジでちょっとこの使い方どうなんだろうな。いやっていうのもその前に出て戻ってる時間を無駄にするよりは適当に投げちゃった方がいいんじゃないのかなっていう俺の考えだ。これは賛否両論あるかもしれない。なので、ああ合に必勝合に、え、うっそ、あーよかった。さあまあ1分半目指して自陣取り終わらせたいけど、もう遅れちゃってるかな。そいつをみんなで倒してみたいけど、さああと一発だったかな。どこ行った？結構どうだ？あマジか、ちょっと味方、あー
マジか。いやー厳しいなこれは。まだ30秒、いけるか。成長倒せない今度は。ああ今のは読めてる。いやーやられちゃったか。こっち来てほしいんだよな。やったやった。俺めっちゃ偉い。頑張って味方。頑張ってくれ。濡れ濡れ濡れ。いやー無理かー。くっそー自陣抜けられてたのかなこれは。あーマジかー勝てないなー。というわけでこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。